になれるといいね。違うの、違うのよ。ごめんね、ごめんね。ずっと二人で生きていこうよ。幸せになれるといいね。
どこ行くの？あ、待ってよ。私も行く。ちょっと、知ってたのならどうして教えてくれないのよ。ね、オーバーなんだから。美咲くんは何を買ってきたの？わっ！なものをわざわざ見せるな！もう、バカ。
んな感じ？ちょっと、何膨れてるのよ。もしかして、さっきの子たちのこと、気にしてるの？いやね、あんなの冗談に決まってるでしょ。どんな教師でもチヤホヤされるのなんて今だけなんだから。卒業したらみんなそんな思いなんて熱病のように引いちゃうわよ。もう、そう直情的に行動しないの。いつも言ってるでしょ。
誰が見ているかわかんないんだから、もうちょっと大人になってよね。で、何か用があったんでしょ？別にいいけど、でも今日は6時回るわよ。あのね、私たち教師があなたたちと同じようにお昼で終わりとは限らないのよ。いいわよ。じゃあ、いつものロイヤルホステスでね。ありがとう。さっきの嬉しかった。別に怒ってないわ。最近成績が落ちてきているから、一言注意しておいてください。この間の数学のテスト、
かなり悪かったんですってね。数学に限らず、各担当教科の先生方から頼まれてるのよね、私。確か今日は放課後に追試があったと思うけど、女の子たちと仲良くおしゃべりしている暇があったら勉強しておいた方がいいと思うけどな、私。楽しそうに話し込んじゃってさ。何よ。誰がやきもち。違うもん。何怒ってるのよ。怒ってるじゃない。どうしたの？私、何か気に障るようなこと言った？
あら、それを言うのなら美咲くんだって。美咲くんだってずっと玉山さんたちにつきっきりで話すらできなかったじゃないの。二人きりになれなくて残念に思っているのはあなただけじゃないんだからね。もう何よ、じゃあ私のせいだって言うの？よろしい。何？本当言うとね、私だって寂しかったんだから。